受験生の皆さんこんにちは。塾ウルブラストの塾長吉田健二です。全国で公立高校を受験されて、そして、受験結果を待っておられる方へのメッセージです。まず言いたいことですが、受験をどう考えるかについてです。もう一点は、必ず出る結果であるところの合格不合格についてどう考えるか、この2点についてお話ししたいと思います。まず受験に関してですが、皆さん精一杯勉強をして、テストを受けたと思います。皆さん方ももう絶対に合格したいと思っていると思いますし、皆さん方を、実際に教えられた先生方ですね、先生方も合格してほしいっていう気持ちでおられるかと思います。私の方としても頑張った皆さんは全員合格させてあげたいっていう気持ちではいます。ただ実際は定員がありますから、合格できる人とできない人があります。これは仕方ありません。で、合格した場合はまずどのように考えるか、これについてお話しします。合格するにあたっては頭、学力ですね、体、健康状態ですね、心、思い、志望校への熱意、そういったものが微妙に絡み合ってきますから、バランスよく、頭、体、心のバランスをよくとると合格しやすくなると私は考えています。そして合格した場合、よく自分は自分の力だけでやったんだと思いがちですが、そんなことは絶対ありません。必ず誰かの力を借りてます。学校の先生の授業も受けましたし、もしかすると塾の先生の力も借りたかもしれない。そして何よりもお家の方のご協力なくしては合格はなかったと思います。ですから、そういった皆様に対して、そういった皆さんに対して感謝をするようにしてください。お世話になったっていう気持ちです。そしてまた合格したということであれば、運も多少は手伝ったでしょうから、目には見えないし証明することはできないけれども、神仏といった存在ですね、こういったものにも感謝を捧げることをお勧めします。そして次に不合格となった場合のことですが、確かに15歳ぐらいで、不合格となってしまうのは人生の経験としては非常につらいものがあるかと思います。でもくじけてはいけません。不合格になった場合であっても、その中には必ず何かの学びはあります。そして今まで自分を支えてくださったお家の方々や先生方には感謝をするようにしましょう。そして現在すでに合格している高校に行くことになるかと思いますが、その高校でまた一からやり直すつもりで頑張ってください。ここで投げやりになったりしては絶対にいけません。人間はどこからでも伸びていくことができます。この言葉を信じて次の学校で頑張るようにしてください。そうすることで3年後にはまた再起してやり直すことは十分に可能です。合格した方が気分はいいですし、そのために頑張ってきたでしょうが、人生っていうのはたった1回のテストでその勝敗が決まるようなものではありません。人生はそんな浅いものではありません。どこからでも奮起ができます。こういった言葉があります。幸せのドアというのは、一つが閉じれば必ずまた別のドアが開くというふうに言われています。このことを信じて次の場所で頑張るようにしましょう。人生は不思議です。成功だと思ったことから油断をすることによって次の失敗の種を作ります。また逆に失敗だと思ったことから奮闘努力をして次の成功の種を作っていくものなのです。合格不合格結果はいろいろありますが、いずれにしても努力精進をする中に伸びていくあなた方であってほしいと私は心から望みます。いずれにしてもまた3年後勝負となるでしょう。その時にこそ幸せの女神があなたに微笑みますように。頑張っていきましょう。応援しています。ありがとうございました。